と、これは、悪口です。だからもう、ちょっと隠れてんねんで、ちょっと。ちょっと、これはもう悪口です、ね、外角、ここか。あ、ここはベスト。そこや、そこやな。そこや。ちょっと悪口というか。なんやねん。もうなんやねん。聞きたいけど。これどう思いますっていう話なんですけど。解散してから、何年後かに、テンダラーの浜本さんから電話がいただいたんです。うん、で、その内容が、浜本さんが ご結婚されると。はい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 、ほんで、余興で、で、僕らの、ね、ストリークの矢野のネタが、浜本さんめっちゃ好きでいてくれてはるんですよ。めっちゃええよ。でも、なんやったらもう、今でもなんか、山田となんか、やったりとかしてくれてはるみたいなんですよ。ほんで、どうしても見たいから、ちょっと、一日だけ復活してくれへんかって言われたんですよ。いいやん、こういう話やんか。で、もう山田には OK もらってるって言われたんですよ。ていうか、まず、山田から俺のとこに連絡くんの筋ちゃうんかって僕は思ったんですけど。いや、もう別に、お前はなんやねん。いいやろ、そこは。いや、まあ、そこはまあいいんですけど、まあ、ただ山田が OK もらってるって言われたら、うん、僕も OK すらしゃあないじゃないですか。そうやな。うん。で、まあ、で、まあ別に浜本さんにほんまお世話になったんで、うんうん、いや、全然もう浜本さんのお願いやったら僕何でもしますよって言ってんで OK したんですよ。うんうん、で、そっからね、うんうん、待てぞプラスと山田からの連絡一切ないんですよ。うん、僕、だって辞めても2年、その時2年ですよ。うん、普通ネタ合わせせなあかんなとか言うてくるでしょ。おーいや、どうかな。おうおう、いやあんたまだ現役かどうか知らんけど、うん、おめえやめて2年やし一切連絡ないまま当日迎えたんですよ。おもうしゃあないから僕も、うん、YouTube でね自分のネタチェックして台本にもう一回出し直して、おうおう、いや、ほんで自分で一人でその前矢野ネタなんか何百回やってんねん舞台で。いややっぱね2年もやってなかったら無理っすよ。ほんでこれ現役の人分かんないと思うんですけど、おうおう、突っ込んで、うん、本筋戻すのめっちゃ難しいっすよ。言うてること分かります？分かる分かる。突っ込みましたで筋戻すじゃないですか、うんうんうん、あんなんで私生活ないっすから。ない、うん、ないけど。うわ、そんなこともできへんのかからですよ、だってほんまに。ああ、なるほどね。そっからも自分で本書いて、うん、あ、こんなんやって、振り、言うたらあれ結構振って突っ込んで、僕がまた振って突っ込んでなんで、うんうん、その、いや、そのほんま、ハモり出してからはもう一緒っすけど、その、うん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 、それ行くまでのなんかやつを全部僕思い出して、あ、そうやっすやって思いながら、うん、全部自分の体の中に入れて。そうやな。あ、特にまあ、スタイル的にな。スタイル的に、はい、回しが吉本の方やから。そう。忙しい方やもんな。はい。コンビで言うたらな。ほんで、行っても、向こうが何も言うてこないんですよ。当日行っても？当日行ってもっすよ。でも当日行っても、その、おう、みたいな、久しぶりみたいなのはあったの？ナイス。ないやねん、お前ら二人。でも、それはないっていうことは、お前からも言ってないってことやろ？向こうからも経営。そうですけど。お互い様、ま、お互い様やな。僕は下準備万全っすよ、だから、その代わり。ほんで。言ってるだけで向こうもさ、YouTube 見て思い出しとったかもしれんや、それは。いえ、ほんで、ね。うん。いよいよもうほんまもう出番のもう言うたらもう30分ぐらい前に僕からやろうかっつってネタ合わせするんですけど、あいつ一切覚えてないんですよ。何の予習もしとらへんのですよ。ほんで僕が「いやこうでこうでこうでこうやでこういう俺こういうふりするからこういうふうにボケてこうやで、ああそうやったっけ」みたいな。お前かげにせよお前と思って。おう、なるほどな。あ、ほんで言うてもそれでもネタ合わせほんまに3、うん、4回ぐらいですよ。うん、もう2年ぶりですよ。めっちゃ怖いじゃないですか。ああ、そうやな。お前にはその配慮もないんかと。え、それ何人ぐらいな、その資金がいいと。こういろいろやりましたよ。 まあ、そんなむちゃくちゃでかいキャパではなかったんですけど、うん、100ぐらいはいたかな。いや、100は全然余裕でいたと思いますよ。しかもまああれやろ、そう、浜本さんとかから先輩とかもめっちゃおるわけやろ。そうです、そうです、そうです。
そんな中でやってね。ほんで、で、まあまあ、ネタはまあ、ね、うん、ネタもまあまあ、やっぱりまあもずれるわけですよね。まあ、うん、まあ、ネタはまあ、そつなくやったんですけど。で、おお、で、うん、受けた、受けた。うん、まあ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 、そんな、その受けたというよりも、ふわさけへんが、ふわつは。するわけないでしょ、そんな。こういう話は流暢に喋るな、ほんまに。めちゃめちゃ流暢に喋るな、おい。まあ、ただ、ただ別に、そんな、うん、なんですか、こう今、もう悪く言うてますけど。うんうん、そこまで、まあ別に大手も多分普通に喋ると思うんですよ。どっちやねん、お前。だって、テンダラーさんが、なんかラジオで言われたらしいんですけど、うんうん、ストリークの復活は、ボーイの復活より難しいって言ってたらしいんで。うんうん、それ相当やな、おい。そうでしょ、相当でしょ、これ。音楽詳しい人に言わすと、これよっぽどでしょ、これ。東日本大震災のチャリティーの時すら、ボーイ復活せんかってんぞ。何があったら復活してくれんねんぐらいのボーイやぞ。そう、それよりストリーク難しいんか。難しいって言ってはったぐらい。じゃあもう無理やな。無理でしょ。そうやな、ボーイか、うん、そうやな、ボーイかストリークかオアシスかやな。再結成難しいのはな。こうなってくるが。もう、そうです、そうです。仲悪さで言うたらオアシス超えてるな、多分。うん。で、あと、お互いほら、阪神ファンやろ。いや、そうなんですよ。ほら、ほら、そういう共通点あるわけやん。いやいや、チャンス、チャンス。ね、うん、阪神ファンでも、こう、なんか、枝分かれあるでしょ。何や、まためんどくさいこと言い出したよ、これ。なんですか、その、同じ野球ファンでも、うん、こいつ話合わへんわっていうやつおるじゃないですか。うん、いやー、まあな、悪口強めの人とか。そうです、そうです。僕が、だから悪口強めの人なんで。じゃあ、俺とも会えへんわ、それは。そうです。だから僕、山田君とは、その、野球の話は用できないです。全然価値観が違うんで。いや、俺はいまだに甲子園行くときあいつにチケット頼むからな、俺は。いや、だから、いや、いまだに交流あんやったらね、うん、俺に出てもらったらええのに。交流があるのに、吉本に出てもらって、あんだけ悪口聞かされたから、俺も共犯関係みたいになってるやん。うん、俺読んで今度何聞くつもりなんですかみたいな話になったらさ、生配信じゃなくて、録画にしとくわ、俺、山田呼ぶんやったら。いや、それはちょっと生配信で聞きたい、ね。いやいや、絶対見るやろ、こっそり。絶対、いや、こっそりどころじゃないますよ、そんな。告知してみますよ、そんな。今から見る言うて。はいはい。このチャットのところに吉本出んの、吉本峰行き言うて。いや、だからその、ほんま一方的なね、僕の意見やったんでね。そうやな。まあ、吉本の口が悪いからな。そうですね。山田はそんなに言うほど人のことをなんか、どうこう言うタイプじゃないやろうしな。いや、全く言わへんらしいですよ。うんうんうん。僕がほんまに、その、野球ネタを始める前って、ほんまにもう、うん、もう全然仕事もない時で、うんうん、まあもうその時僕も居酒屋行っては後輩に、山田の悪口ずっと言ってたんですよ。ほんと最低やな。はい、最低やと思いますけど。うんうん、けど、なんかそんな状況でも、なんか誰かが言ってたんですけど、うん、山田さんの口から、吉本さんの悪口聞いたことないですって言ってたんで。でもそれ聞いてハッとしろよ、お前は。いや、しないです。全然。全然しないです。あと、もしくは芸人辞めてから心入れ替えろよ。ああ、全く入れ替えてへんやないか。いや、もう相方の悪口なんか言うたとてええことなんかないぞ、ほんま。うん、いやいや、それは正直、それはね、まだ頑張ってはるんでね。ほらほら、山田さんの好感度が上がっていってるっつって。違う。これは山田の好感度が上がってないね。吉本が下がっていってるだけ。そこの落差が生まれてるだけやから。うん、ね、多分ですか、うん、まあ、これほぼほぼ事実だと思うんですけど、うん、多分後輩にびっくりするぐらい嫌われてるんです。辛いなぁ。もうあのダイヤのあのラジオの感じ聞いても分かる通り、うん。まあまあ、いじられ気味やったな。うん、いや、あの時はまだいじってましたけど。いや、でもなぁ、俺の経験上、嫌いな人の名前出せへんで。いや、ただけど、一回ね、うん、僕の同期に、清水健治って今、新喜劇で。新喜劇のな、うんうん。はいはい。座長、次期座長候補になってる清水健治。マジェスティやろ。マジェスティ、そうそう。うん、麒麟の川島の兄貴と組んでたやつやろ。そう、田村の兄貴と組んでた。うん、から、その、フロントストーリーっていうコンビになって、うん、で、解散して、今、新喜劇で頑張ってるんですけど、うん、なんか、彼がダイアンのラジオのゲストに出てたらしいんですよ。うんうん、で僕はなんかその、まあまあ、その、
清水くんが出てたっていうのは知らずに、なんか僕の話をしてるっていうのをエゴサーチかけた時に知ったんですよ。うん、なるほどね。うん、ほんで、うん、まあ言うたらどんな感じでいじってくれてんのかなと思って楽しみで聞いてたんですよ。うんうんうん、でやっと僕の話になったなと思ったら、うん、ただただ悪口やったんですよ。因果応報やな。うん、で津田にね悪口言われるのは、まあ、なんとなく、まあまあ僕も津田に結構きついこと言うてたんで、あ、そうね、津田に嫌われるのはまだ分かるんですけど、うん、僕その清水源氏のこと親友やと思ったんですけど、その清水源氏からも当時嫌ってたって話をその時に聞かされて、ショックやな、むっちゃショックやったんですよ。いや、お前親友ちゃうんかいってなって、ほんまやな、はあ、それはショックやな。そうでしょ、なんかあいつ、なんか人に、うん、で、うん、僕の方がその、なんていうか、その劇場のね、うん、その出世が早かったんで、うんうん、まあ、ストリークは早かったよね、ストリークチャイルドマシーンは早かったね。そうそう、ほんで、僕ね、その清水君の才能は知ってたので、うん、早くこう、なんか上がってきてほしいっていうのもあのと、僕が口悪いっていうのが、こう、合間見て、ちょっと結構言うてたんですよ、清水君。早く上がってきてほしいみたいな言い方がカチンとくんねやで、同期からしたら。いやいや、そんな言い方してないですよ。してない、してないですよ。まあまあ、ちょっとまあ上から目線で、うん、まあまあ、ちょっとまあ説教じゃないですけど。うん、なるほどね。まあまあまあ、言うてたんですよ。頑張れ、みたいなこと。うん、そうそうそう。うん、で、まあ、その時言うてたんは、なんか、津田と、うん、ダイアン津田と、その清水くんで、なんか飲みに行った時に、うん、なんかちょっと僕の悪口大会になって。ほんでその内容がなんかあいつ人になんか文句言うくせに、うんうんうん、舞台のコーナーとかで全然前出えへんって言うてたんですよ。いや、っていうかそう思ってたんやったら、めっちゃおもろいやん。 その当時に言うてくれよと。そうやな、そうやな、そうでしょ。居酒屋で返してほしいよな。お前もっとこうせなあかんでって言って、ああ、お前もコーナーで全然前出えへんやんけって、そこで返してほしい。っていう、言うてくれたら、あ、せやなってなってたじゃないですか。いや、今言うからね、その話。せやなってなれへんやろ、それ別に。いやいやいや、な、それです。な、いや、その時は家になってましたけど、うん、家持ち帰って、それはなるじゃないですか。ね、家持ち帰って。そうやな。どんだけ嫌われてんねん、俺、と思って。うんうん。まさか同期にも嫌われてると思ってなかったんで。いや、まあでも、まあさっきも言うたけど、ほんまに嫌やったらそんな電波で言えへんけどな。うん、まあ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 ね。ほんまに嫌いなやつの名前とかはもう出したくもないもんだって。いや、だから多分ダイヤもだから嫌いを通り越したいと思いますよ。だから何やねん、そのすぐ通り越すの。どんだけ通り越していくねん、ほんま。その清水は、はい、今は連絡取れないの、別に。取ってないですよ。ほんと、その。いや、もうそのラジオ聞いてから、もう僕、彼のこと親友って呼ぶのやめました。ほら、でも清水さん、最後はカバーとかフォローしてたんじゃないですか、みたいな。いや、そのフォローの仕方もね、うん、なんか、いやいや、ええやつやねんけどなっていうフォローやったんですよ。やめた芸人からしてみたら、おもんないけど、ええやつ一番聞きたないんですよ。おもろいなぁ。嫌なやつやけど、おもろかったのが絶対いいじゃないですか、そんなんね。うん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 、そうやな。なんかいいやつなんですけどね、いい人なんですけどねってな、一応まあ最後につけとけばなんとか収まりそうなって。そう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 、うん、何のフォローにもなって傷口広げとるだけじゃと思う、ね。まあ、吉本に関しては別にいいやつでもないからな、うん、そればっかりはほんま、うん、嘘になっちゃうからね、言っちゃうとね。